こんにちは。手で芸をするコミーです。今日は編み物ではありません。編集をしているところを、編集をしているところというか、編集のやり方みたいなことをちょっと動画にしてみようと思いました。今はあまり使っていないんですが、まあ日常だったり、本日の手芸以外だったりは iMovie で編集しています。MacBook を使っているんですけれども、Mac の場合には iMovie はフリーのソフトとして入っていますね。はい。もう本当に最初のところからやろうと思います。もちろん iMovie じゃない、持っていないという方も多分いらっしゃると思うんですけど、大体似ているんじゃないかなと思ってこれにしてみました。この動画用に短い動画を撮ってみたんですよ。それで編集というのをやってみようかなというふうに思っています。もちろん動画作りに興味はないわという方もいらっしゃると思います。でも動画ちょっと撮ってみたいわって思う方もいらっしゃるかなと思ってこの動画を作りました。すごく簡単なところ、もう基本のところだけをやりたいと思います。私も全部知ってるわけではないんですけど、まあこれ本当に1年ぐらいこの iMovie で本日の手芸を撮ってきました。まだ使いこなせてないところは多分あったと思うんですけど、私が作りたいと思う動画を、まあ満足いくわけではないですけどね、この下のちょっとこれで見えてるでしょうか、この今ここに iPhone で撮った動画を取り込みました。読み込むというんでしょうかね。それを下の部分に持ってきます。で、この右端のここですね、この画像が写ってる下のこの設定のところで、このなんて言うんでしょう、長さを変えられるというんでしょうか。これが一番小さくて、こう少し伸ばしてあげると、説明の仕方が難しいですけど、これをもっと右側までしてあげると、例えば、こんにちは。こんな風にこの棒が動くんですよ。自分の好きなところで、好きな速さというんでしょうかね。こんにちは。手で芸をするコミーです。私はこの速さでこの画面でやっていました。大体が。何が必要だろうな。以前はね、この iMovie でやってた時、文字入れ、ツッコミの文字入れをしていました。喋ってる文字は全部入れなかったですね。今このマイメディアというところが最初の画面なんですけど、ここにタイトルというものがあるんですけど、そこで選ぶとこの文字の入れ方というのが出てきます。もちろんこれ何でもいいんですけど、私がよく使っていたのはこの上というやつなんです。ここからこのように文字を入れたい場所に持ってきます。そうすると、この右上の画面のところに、この文字を入れるところが出てきます。そこに打ち込んであげます。こんな感じでしょうか。で、ここに色が
出ています。文字を打つ前に色を選択してあげると、今こうやって後からやらなくても済むんですけど、今この色を選ぶとここが変わりましたね。手で芸をする、こんな感じに。こんにちは、こういう風になるわけです。でね、文字の長さも変えられます。例えば同じものをここに持ってきますね。で、色を選びます。文字を入れます。そうするとこれ入ってるんですけど、この今こんにちはってなっているこの四角い箱というんでしょうか、これをこの右端にカーソルを合わせると矢印が右と左に出ているんですけど、ここをこう押したままドロップしてあげると長さが変えられます。短くもできる。そしてここ押したまま、今度は矢印出てないですね、この黄色い枠になっている、今これを選択しているポチッと押したまま動かしてあげると場所も変えられるというふうになっています。はい。で、消したい時にはここを選択して、デリートを押してあげれば消えますという感じで文字入れができました。ちょっとカットとかもしたいかな。今ここ引っ張ってる、糸を引っ張ってるところね、同じことを続けているので、やってみて、ちょっとカットしてもいいかなみたいなとこありますよね。ここ同じ動きをしているので、その時にはカットしたいなという部分にこの線を持ってきて、右クリックするとクリップ分割というのが出ます。で、クリップ分割をポチッとすると、この今長く一本の動画だったものがここで切れ目ができます。で、カットしたいところでまた合わせます。そしてまた同じように右クリックでクリップ分割しました。そしてここが不要なところになるんですけど、ここを選択して削除でも大丈夫です。あとデリートでも大丈夫で、カットができました。どうでしょう、見ていてそんなにわからなくないですか。カットの仕方はそれぞれ個性が出ると思うので、まあ分かるようにカットしてもいいかもしれないし、まあいろいろやり方はあるんですけど、そんな風にしてカットをします。あとは音量も変えられます。この絵の下の青い部分、波形っていうのかな、この波形、今文字が出てるんですけど、音量を調整しますという文字が今出てましたね。青いところの部分のこう横線が1本入ってるんですよ。その横線がボリュームの位置になっていて、ここをクリックして今 100% で出ています。これを上にその押したままスライドすると282とかこう大きくなりますね。で、小さくするときにはこれで調節します。はい、こんな風に変えられます。そして音楽入れときましょうかね。これがね、 iMovie に入っている音楽になるんですけど、
まあこれよく聞いたことあるのではないかと思います。この辺聞いたことありませんか？標準装備なので、これを使っている方は iMovie で編集してるんだなっていう感じでしょうか。はい、じゃあ今日はこの愉快というのを入れます。これを今クリックした状態でそのまま下に引っ張ってくる。あ、ちょっと待って、今この下に音楽のマークついてるの見えますかね。まあここじゃなくてもいいんですけど、この下に持ってきてあげる、この動画の下に持ってきてあげる感じです。引っ張ってきて、ここ端っこ合わせます。でくっつきました。ってやると今音楽が大きいですよね。その時にはこの音楽のところの横棒のところ、音量を調節しますというふうに出てきています。ここをクリックしてまた小さくしてあげる。こんにちは、手で芸をするコミーです。こんな感じで調節してあげます。それでね、これ1分なんですよ、1個分が。そうするとこの1分のところで音楽が終わっています。ここにもう1回持ってくる。でこっちも同じように音量調節で、もちろん違う、今度こっちのシンプルというものでも大丈夫です。こんな風にして変わります。音楽もカットができます、やり方は同じです。飲み物終わったところで音楽変えてみましょうか。音楽切り替えたいところに線を持ってきます。この線のところを右クリックして、動画のところと同じです、クリップを分割するとこの音楽のところのこの枠が、クリップが分割されるということですね。でその気をつけてやりたいところとしては、例えばこっち側を選択して、今黄色く枠になっているのが動画の方ですよね。そしてここでクリップ分割をするとここが分割される。この音楽のところ線をこっちに持ってきて、音楽のところを黄色く囲ませておいて、クリップ分割をするとこっちが分割されるということです。そこを気をつけないと、あ、こっちじゃなかった、まあ切れちゃっても見え方は同じなんですけどね、問題はないんですけど。で削除したい時にはこの音楽のところ、削除したい部分を黄色い枠を選択してから、デリートでも大丈夫ですし、この削除でも大丈夫。こっちも削除して、でこの音楽を持ってきましょう。はい、こんな風にできます。でね、一つ技として、音楽が急に変わるとあれってなりますよね。その時にこの線のところにカーソルを持ってくると、矢印右と左側に今出ています。この丸いポチの上にカーソルを持ってくると、三角の矢印マークが右と左に出ています。この三角の矢印マークの時に押したまま
左に行きます。そうすると薄い三角形の形が出ているの見えますか？これがちょっと聞いてください。わかりましたかね。音楽が小さくなっていくんですよ。この色が変わっている部分は音が聞こえない部分ということになりますね。だんだん音が小さくなっていって、そして次の音楽に切り替わる。そういうことができます。で、文字入れできて、カットができて、音楽がつきました。ひとまずはというか、こんな感じで完成というふうにしましょう。まあ、全部ついてないですけど、まあこれで完成というふうにします。そしたら、このプロジェクト前の画面に戻ろうとすると名前を入れるようになっています。これは自分の好きなというか分かりやすいファイル名にしたらいいと思います。今は動画のものなのでコミーというふうに入れました。そうするとここに出来上がっています。この出来上がったものを名前の右端、名前のところにこのカーソルを持ってくるとこの右側にポチっていうのが出ます。これを普通にクリックするとプロジェクト共有というのがあります。これを直接 YouTube にも行けるんですけど結構時間がかかります。なのでファイルにしてどこかにパソコンのどこかに保存をして、保存したところから YouTube にアップするという流れの方が時間としては短いです。ということで今日はそこまででいいでしょうかね。ちょっと簡単ではありますがどうでしょうか。iMovie じゃなくても Windows にこう搭載されている編集ソフトもあると思うんです。それもまあ大体は同じような操作の仕方なんだと思います。ちょっとだけその画面上違かったりということがあるとは思いますが、似たようなソフトになるのではないかと思います。その無料のソフトっていう風になるとね、有料になるとまたいろいろと機能がついていたりして、ちょっとわかりにくいとこもあるんですけど、そんなことで今日はね、動画の編集の仕方というのをちょっとやってみました。YouTube にアップしなかったとしても自分の記録用というんでしょうかね、編み物記録みたいな形で残しておくという方もいらっしゃるようです。もし興味があればやってみてください。では本日は iMovie で簡単な編集の仕方というのをやりました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。